い、どうもガレイ YouTube チャンネル、まおゆうきです。最後にしてできてないからもうこうやって言うのも最後になるかもしれませんけれども、最後かなということで、最後の企画ですけれども、雑談コーナー。今すごいテロップが入ってます入れなきゃいけないでしょ。さあ、ということで始まりましたけれども、はい、ちょっと今回は真央さんとその仕事についてのお話だったりをしていきたいなと思うんですけれども、しましょう。まずは一番最初に今までの動画、視聴者の方いかがだったでしょうかね。どうでしたか。どうですか、なんかこう思い入れ深いというか、なんか動画の中で面白かったシーンとか振り返って何かあります。いや、全部すっごい面白かったけど、すごい2人で力を合わせたなっていう思い出としては、やっぱカシミヤかな。写真もたくさん撮ったし、まあ、ここでもたくさんお話をできたなっていうのがすごい楽しかった思い出。僕の思い出は真央さんの喋りも上手くなり、別に編集しなくていいところを加工したくなったりいろいろとレベルアップをさせていただきましたけれど、いやでも YouTube ってやっぱりスマホで手軽に見れる動画じゃないですか。だからそういった点でも視聴者の方に一人でも身近な存在になれたらいいなっていうことを頭に置きつつ、まあ、今までの元タカラジェンヌとしてのまあ気品とかを忘れずにできたらいいなって思ってたところをすごい最大限に生かしてくれていたので、とっても本当に勉強になりました。喋りの勉強にもなりました、その喋りがいつ生かされるかちょっと分かんないんですけどいやでも本当に流暢に喋っていただいて、商品説明とか別に商品の良かったところとか別に台本もなく全部喋ってもらったので。喋った、ね、いやだって本当に良かったんだもん。そう言っていただけるのは一番嬉しいですけど、本当に上手になりましたね、真央さんも。いや、ガレイに育てていただいております。またあげたよ。やりよったやりよったよやりよったよ本当に手間が増えるわ。手のかかる子なんですまあ、で一番最初の動画の時にお話ししたね、真央さんの今後の活動とかね、男役として大事にしていたことがね、まあ、こうジュエリー選びをするガレイの考え方と似ているみたいな話を動画の一番最初にしたので、なんかそんな話もできればなと思うんですけど、いやなんか今後どんなことしていきたいなっていうのはなんかふわっとあるんですか。昨年の10月に対談して、まあ、ちょっといろいろご縁があり、今ダンスと筋トレとたまにバレエを教えるお姉さんになったんですけどそこの場でも人に何かを伝えるというお仕事をさせていただいているから、砕けた感じででも視聴者さんにこれは伝えたいっていう形でこの YouTube 出させていただいたのは本当に私の中で勉強になる出来事でした。で、まあ、今後難しいじゃないですか、世の中的にも。あ、今ね、うん、今大変ですよ、いろいろね。なので芸能活動の種類といっても本当にね、こっからここまでたくさんある、こっからここまでたくさんある、まあ、もう編集しなくていいからね、ここは今さ、ドキッていうのが分かっちゃって、ドキッとして手を動かすためにドキッとしていや、申し訳ないわいやだからそのマイナスな気持ちじゃなくって、自分には本当に何が向いてるんだろうっていうのをこれからもっと見つけていく時間にしていけたらいいなみたいなことを思ってます、でもすごくプラス思考です。プラス思考ですなんか多分コロナによって気づかされたことはものすごい多くて、いや本当にこの状況下でも予約制を取って3密を避けるためって言ってお客様の自由を聞かない体制を取っているにもかかわらず、それでもいらしていただけていることのありがたみっていうのは本当に何事も買い難いので、本当に感謝しかないんですけれどもね、はい、商売の形は違うけど多分みんな今回このコロナによって感じることはみんな一緒なんじゃないかなって、いや本当に本当に本当にね、当たり前だったことへの感謝っていうのはもう本当に大前提だけど、コロナが消えるわけじゃないじゃない、今後だから本当よくは言うウィズコロナという時代に最大限に自分の魅力を引き出せるというか、良さを皆さんに発信できるものは何なのかっていうことを、今の時間があるからこそ丁寧にゼロから見直すっていうのはもう私の中ですごいとっても必要な時間なのかなっていうふうに捉えて、とてもプラスに捉えてます、なんか
いや会話の中にさ絶対コロナねみたいなのがあるけど、前のさ生きやすかった時代をやっぱり生きてたから、うんうん、でもこれから私たちみたいな世代の人がより頑張らなきゃいけないというのをすごい気づかされた期間だったので、本当ね、うん、そうね、今回のこの YouTube の企画ももともとコロナの、そう本当はその前にやろうとしていたんだけど、こんな状況になって、でいざやってみたら自宅でみんな見れるし、普段会えない真央さんともみんな親しみを持って会える機会が今回できたわけで、なんかこれもタイミング的にすごく良かったのかなと思う。本当に本当に、うん、このコロナと向き合いながら生活していく上で、ね、いつか、ね、実店舗型の真央さんの面白い企画をね、いやー本当そうですよやりたいね。これで会えるのもやっぱ嬉しいけど、生でね、生でね会えるなんか企画がここでできたらいい今絶対なんかあったよ今ここにホワホワホワとかいうやつが。ちょっと話戻すと、うちのジュエリーを選ぶ選び方ってその人に大事にしてほしいし、ジュエリーも大事にしてほしいけど、お店とお客さんという信頼関係をこう築き上げていく上で、あなたに確実に似合うものを提供したいって思いがあるから、なんかそれって私が宝塚の男役時代にやっていた役作りの部分とすごく似てるというか、やっぱりそうガレーさん、まあ、藤瀬くんはやっぱその人キャラクターを作り上げる、底上げさせるみたいなお仕事をされて、私たちも何か役を作る時に、その役だったらこんなアクセサリーつけるかなとか、こんな職業だからこういう指輪つけるかなとか、ジュエリーじゃないけどネクタイとかもどういう結び方にするかなとか、その一つ一つ衣装の着こなしとか、きっと藤瀬くんが仕事で大事にしてる面と、私たち演者が役を作り上げるために大事にしていることって結構リンクしてるんですよ。バツじゃない。バツじゃない。かけるだと。リンクなんですよ。まあでも実際私もこの撮影でいきなりジュエリーとかそのアクセサリーとかをバーンって買い揃えるって大変じゃない。やっぱり。でもこうやってたくさんいろんなものをつけさせていただいて、写真も撮ったりして、私この1ヶ月間で知らないうちにすごい自分の幅広げてる気がする、うん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 、俺はこの企画やってて面白かったなっていうのはあのミスマッチ編あれは結構で、なんだろう、ここで訂正するのもあれなんだけど、その似合わないってわけではなくて、うん、進めなかったっていうわけであって理由があるんですか。そう、あのね、似合ってるんですよ、その残念なことに言って嬉しいことに残念なその似合ってるの、みんなでやっぱあの写真を見るたびに似合ってんね、結局は160センチぐらいだったら身長の話可愛いなだからそのもっとこう内面のところ、その人のキャラクターみたいなのが垣間見えると、僕らも進めがいがあるし、違ったものは進めないから、なんかそういう意味でやったので、なんか似合わないわけではないという、そうそうだってだからあれ、身長がもし160センチぐらいだったらさ、私もじゃあちょっと急に男役目線で喋りますけどいやあの子が160センチ、あ怖くないみたいな遠ざかっめっちゃ遠ざかってるやん目開けたら遠ざかってたわそれは遊びすぎやね、ほら私176センチもあるんで身長、まあ、また似合うもの違いますよ普通の方とは。またね、でもそれでもちゃんと女性として素敵に見えるっていうものをガレーさんが演出してくださるので、うん、いいですよ、プロの方にいい風に頼るっていうことの素晴らしさをあげたね今ダイヤが、いやでも本当に大事だと思います。やっぱそれをお仕事にしていて、お客さんの良さを引き立たせるために常に考えている方の、私やっぱそうやってこっちがなんかどんなのがいいでしょうかねみたいな感じで質問すれば、やっぱ1質問して10答えてくれるのがプロなので、そういった意味では私もなんか、じゃあ例えばダンススタジオとかでここができないんですけどとか言われた時に、答えプラスそこに行くための過程みたいなことをちゃんとお話できたらいいなと思って、そう今インストラクター業としてはそういうところを大事にしてたりしてます。人それぞれ体の癖とかあって、多分それはバレエとかも一緒なんだけど、うん、うちのジュエリーも一緒で、うん、じゃあ
双子が今目の前に現れましたって言った時に、細かいことから言えば耳の向き方、うん、肌の若干の色の違い、うん、目鼻立ちの微妙な差で、もっと言えば中の内面の性格の差は違うんです、うん、全然違う、全然違う、うん、そう。だからそういうものを見て、もうじっくり話をして、じっくりその方に似合うもの似合わないものをいっぱいつけて、うちの店いっぱいつけられるので、つけて試してっていうのをやっていくんですけど、いやでも本当に世界広がりますよ。本当に急にこんだけ深い話しておいて、急になんか単純な言葉で言っちゃうんですけど単純に言って世界が変わります。私自分がなんか上がるゆっこさん、ゆっこさん、新しいキャラ、新しいキャラ、ゆっこさん。こういう動画に限らず、なんか面白いことがこれからもできていけたらなと思う、ね、本当にウィズコロナの時代ですけど、その中で自分が何ができるかって考えるのも、やっぱり頭使えないとダメだから、頭使えないとダメだから、ちょっと言い方難しいんだけど、いやいや、でも、でもそういうことよね。あってなって、例えばリング一本にせよ、リングなんて自分から見える唯一のジュエリーだから、こうピアスとかやっぱりパソコンワークとか手で何か書くとかやってる時にふと見えるもの、それでテンションを上げて普段過ごしていただければなと思うわけですよ。いや本当に、でコロナなんていうのは本当にそうで、自宅で何もやることないなと思った時にふと目をやってテンション上げられるものが僕はいいジュエリーだなと思うので。素敵ね、うん、おうち時間、おうち時間おうち時間本当そう、本当そう、おうち時間いや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 、でも最初はこれをつけるのが恥ずかしかったから、それがもうもはやねえ何が似合いますかねそうね、いやでもそういうのもやっぱり自分を知ったからっていうのもあるし、なんか相手に対して自分の心の扉を開いたっていうのもありますので、皆さんガレーにいらっしゃった時は自分の心の扉を開いて藤瀬家にご相談してはいかがでしょうか。3つの密を避けております。まあ、ということで、第4弾まで一応企画を今回お送りしました。楽しんでいただけたでしょうかね。まあ、今後これからね、あの店舗型もできたらなとも思うし、いや本当いつかはね、真央さんと面白い企画やっていきたいなと思うので、うん、今後ともよろしくお願いします。よいしょっす。じゃあということで、じゃあ最後、じゃあ真央さん締めてください。いやいや、ガレー YouTube チャンネルに私がこんな形で、出演させていただきました、見てくださった方本当にありがとうございます。私自身もとても学ばせていただいた、もう1ヶ月今日弱という期間なんですけれども、皆さんもその人それぞれのいいところがたくさんあるので、それを十分に引き出してくださるジュエリーのプロガレーさんにお足をお運びいただけたら、さらに自分のことが好きになる時間になりますので、はい、私も本当に自分自身をまた知ることができて、楽しい時間を過ごすことができましたので、もう自分に自信がなくても自分を好きになることってただでできる作業なので、そこをプロの力を借りて心の扉を開いてやってみませんか。本当に私はこのガレーさんのチャンネルに出させていただいて勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。またこれからもいろいろ動画出していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ではありがとうございました。バイ。